ほら、はい、どうも、こんにちは。日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回8月25日から e フットボールが2023へ移行されたということで、いきなりですね、新たなライセンスのクラブバッグが登場しました。それがミンテルということで、ミランとインテルライセンスが復活ということで、こちらの2クラブからですねクラブバッグが登場したということになりますけども、今回はですねミンテルのミランの方を紹介していきたいと思います。で、ミランはですねラファエル・レオンであったり、まあブライメディアスまで、登場するということになっていますけど、まあかなりフォワードもそうですし、中盤もそうですし、ディフェンスもしっかり強化できるクラブバックになっているんじゃないかなと思いますので、しっかり紹介していきたいと思います。では早速ミランの方見ていきましょう。どうぞ。ということで、まずゴールキーパーはメニャンということになりました。メニャンに関してはですね、基本的に通常よりかは能力値高く設定されています。まあ、GK 能力通常上げているんですけど、まあ、それでも今回の方が高いという結果になっていますので、ぜひ今回のメニャン使っていただければと思いますが、チームプレイスタイルがですね、ショートカウンターが80ということになりますので、これはかなりありがたいんじゃないかなと思います。ということで、メニャンは7月にも登場していますので、こちらと比較していきたいと思いますけど、GK 能力で言うと今回の方が分があるかなと思います。ただまあ、青のところで言うとかなりマイナスが目立つという結果にもなっていますので、まあ、ただ、ゴールキーパーは GK 能力ぜひですね、特化していただければと思いますので、今回のメニャンに乗り換えていただければと思います。続きまして、ラファエル・レオン見ていきましょう。レオンに関しては、ドリブル能力、そして決定力が強化という結果ですね。で、スピード瞬発も93、92ということで、かなり早く設定されているのかなと思いますけど、まあ、左ウィングで、ウィングストライカーというところが、個人的にはセンターフォワードでラインブレイカーとかだったらね、面白かったんじゃないかなと思いますけど、スキルはダブルタッチであったり、スーパーサブ、まあ、スパサブ持っていますので、センターフォワードのスーパーサブで使っていただくのもありなんじゃないかなと思います。まあ、やはりドリブル能力とスピード瞬発が売りの選手になっているのかだと思いますね。個人的にはワンチャンレオンは、まあ、今週ライブアップで D ですけど、まあ、B 以上の時は使っていってもいいんじゃないかなとは思いますね。続きまして、左サイドバック、テオ・エルナンデス見ていきましょう。テオ・エルナンデスに関しては、ドリブル能力、そして、ある程度のディフェンス能力あるなというところで、インナーラップサイドバックなんですが、まあ、中に入ってきて、パス系もある程度あるのかなと思いますし、何よりドリブル能力かなり高いですね。スピード瞬発はともに90台という結果になっています。まあ、サイドバックとして、ピンポイントクロスも持っていますし、シュート系多いですね。ミドル無回転ドロップ、持っているという形になります。で、テオ・エルナンデスに関しても前回登場していますので、こちらと比較していきたいと思いますけど、前回は基本的に、まあ、空中戦の能力値だったり、アグレッシブネスの部分かなと思いますけど、今回は、まあ、ドリブル能力、オフェンセンスの部分ですね、ここら辺かなり強化という結果になっていますので、まあ、個人的には今回の方がいいんじゃないかなとは思います。続きまして、センターバック、ピッカー、トモリ見ていきましょう。トモリに関しては、ディフェンス能力かなり高いなという印象で、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、守備意識が90台という結果になりました。アグレッシブネスも上げればね、まあ、90台に乗ってくるということで、まあ、個人的にはスピード瞬発と、あとは空中戦の能力値もう少し欲しかったので、ここに振り分けていますけど、まあ、かなり強いセンターバックではあるのかなと思いますね。ということで、前回のこちらは7月のピカヨトモリですね。上の方の能力値に関しては前回の方が高いという結果になっていますけど、ディフェンス能力で言うと今回かなり強いので、ぜひ今回のトモリに乗り換えていただければと思います。続きまして、サンドロ・トナーリ見ていきましょう。トナーリに関してドリブル能力、パス系、ディフェンス能力しっかり高いなという印象ですね。個人的にはガチ使いに入ってくるような中盤の選手ではあるのかなと思いますけど、アンカーとしてディフェンス能力はもう少し欲しかったところではあるんですが、ただまあ CMF とかで使ってみるとかなり面白いんじゃないかなと思います。スキル面で見てもダブルタッチ、ミドル、ライジング、でワンタッチパスだったりピンポイントクロス、インターセプトまで持っていますので、トナーリに関してはガチ使いに入ってきそうな予想もしていますね。もちろんライブアップ次第ということにはなってしまいますけど、ぜひ一行してもいいんじゃないかなと思います。ということで、隣も前回の7月に出ていますので、こちらと比較していきたいと思いますが、前回はヘディング、そしてプレースキック、カーブでキック力であったりジャンプ、フィジカルコンタクト、ここら辺は前回の高いんですが、アグレッシブネスであったりドリブル能力、ここら辺考えると個人的には今回の隣の方がいいんじゃないかなと思いますけど、まあ難しいところですね。ただまあ最大レベルが11と30ということで、今回に関しては皆さんが思う通りの隣に育てていくことも可能なのかなと思いますので、ぜひ今回の隣育てていただければと思います。
続きまして、スマイラーベナスルということで、ベナスルに関して DMF としてかなり能力高いですね。プレイメーカーながらディフェンス能力しっかり強化という結果になっていますし、ドリブル能力、パス系、スピード瞬発も80台ということで、隣と同じく、このベナスルに関してもワンチャンガチスカに入っていきそうな予感もしています。スキルはダブルタッチ、ワンパー、そしてディフェンスのスキルでチェイシング、インターセプト、スライディングタックルまで持っていますので、かなり強い中盤の選手ではあるのかなと思います。ぜひライブアプデ A ですし、今週は使っていただければと思いますね。そして続きまして、センターフォワードズラタン・イブラヒモビッチということで、ズラタンに関しては得点能力と空中戦の能力を上げさせていただきました。まあ特にクイックネスの部分ですね、オフェンスセンス90台まで乗せていますので、ここはねかなり高く設定されているのかなと思いますけど、ズラタンに関しては逆足が高いというところもありがたいですね。スキルはヘッダーやはり持っています。無回転ライジング、そしてワンシューワンパ持っていますので、このワンタッチパスあるのありがたいです。でそして通常と比較するとショートカウンターが35から80に45も上がっているというところで強化できる点なのかなとは思います。続きまして、ダビデ・カラブリア見ていきましょう。カラブリアに関しては通常と比較すると特にまあスピードの部分ですかね、ここら辺がかなり強化となっていますので、サイドバックとしてはありがたいのかなと思いますし、スキルはピンポイントクロス、マンマーク、インターセプト、スライディングタックル、アクロバティッククリア、まあ有能なスキルが多いなという印象ですかね。続きまして、センターフォワードジルー見ていきましょう。ジルー、オフェンスセンスと決定力、まあ決定力もう少し欲しかったなというところなんですが、ヘディング、空中戦の能力値しっかり強化という結果になりました。で、スキルはやはりシュート系であったり、ヘッダー、ワンパー、そして今作もスーパーサブを持っているというところで、まあスパサブ持ちのね、センターフォワードですので、まあ後半からワンチャンこうクロスゲー、に転換していく際にはありなのかなとは思います。そして続きまして、ブライム・ディアスということで、個人的にはこのブライム・ディアスにかなり注目はしているんですけど、ブライム・ディアスに関してはドリブル能力強化という結果になりました。他のところがね、青の部分も多いので、どうかなって思われる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、ドリブル能力強化というところが個人的に一番大きな点なのかなと思いますし、スキル、ダブルタッチ、ワンパス、スルーパス持っていますんで、まあワンチャン、まあガチスカ隊はどうかなとは思いますけど、本当にライブアップ手次第ではワンチャンあるのかなとは思いますね。そして続きまして、ラストですね、センターバックカルル見ていきましょう。カルルに関しては通常のディフェンス能力がかなり高いということで、これはね少し見劣りもするんじゃないかなと思いますけど、スピード瞬発に関しては今回かなり高いという結果になっています。まあただディフェンス能力ここまで変わると個人的には通常でもいいのかなと思いますんで、まあスピード瞬発高いとはいえ通常使っていただければとは思います。はい、ということで本日はですね、ミンテルのミラン紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあついにこのミランとインテルがね、ライセンス持ちということになりましたので、ぜひこのセリアサポート、まあミラニスターはね間違いなく歓喜しているんじゃないかなと思いますけど、まあやはり今シーズンもミランとインテルスクデッド争いっていうのが鍵を握ってくるんじゃないかなと思いますので、再来週でしたかね、ミラノダービーありますよね、しっかり注目して見ていきたいと思います。まあユベントスのライセンスがなくなったのはね、やっぱりそこは、まあ、ユベンディの皆さんも含めかなり残念なお知らせではありましたけど、まあ今後のセリア復活に向けてね、個人的には期待していきたいと思います。はい、ということで本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。